大正区。大正区は、大阪市を構成する二十四行政区の一つである。区全体が、運河に囲まれた、島状の地形となっている。大正初期以来沖縄県からの移住者が多かった、地域で、沖縄料理や沖縄食材を扱う店が多く、リートル沖縄とも呼ばれる。2016年現在、大阪市二十四区の中で、最も人口が少ない。大区の区名は、 傷図川にかかる大正橋から命名された。区名制定にあたり、住民に区名を募集した際、大正教区を希望する声が多かったが、大正教区では、長いとして、最終的に、大正区に決定した。なお、区名の由来となった、大正教は大正四年春行であるが、大正区自体は、大正時代ではなく昭和七年に設置された区である。三元屋の地名は、 江戸時代初期の開発当時に三軒の民家があったことが由来となっている。三軒屋は、摂津国西成郡木津村の中村勘介、木津勘介によって開発された。北村及び伊豆尾の地名は、江戸時代にこの地を開発した北村六右衛門に由来する。そのうち、北村は、生をそのまま取り、伊豆尾は北村六右衛門の出身地。 泉国大鳥郡協備、津野村、現在の堺市西区津区の町から、泉国の泉と京村のを組み合わせて命名された。北岡島、南岡島、千島、小林の地名は、江戸時代にこの地を開発した岡島河平寺に由来する。北、南岡島については、開発者、岡島河平寺への敬意を示すため、この地を担当していた大官が岡島を、 御、鹿島の表記に変更した。千島及び小林は、岡島和平寺の出身地、摂津国東成郡千林村、現在の大阪市浅区千林から取っている。平尾の地名は、江戸時代にこの地を開発した、平尾与左衛門に由来する。船町及び鶴町の地名は、万葉集の和歌から町名が取られている。船町や鶴町など、区の南西端は、 明治以降の大阪港、第一次集築工事の際に埋め立て、開発が進められた町である。なおこの地にはかつて、鶴浜行き、福町の地名もあり、これらの地名も万葉集から取られていたが、住居表示の実施により、いずれも鶴町に統合される、形で姿を消している。大正区は、かつての淀川水系と大和川水系により運ばれた。 土砂によりできた大阪湾の三角州の一つであり、運河によりさらに三つに分かれている。北を頂点として、南の辺が約2 8トル、南北の長さが約4トルの三角形の形をしている。東と南には木津川、西には岩崎運河、尻なし川が流れ、西端は大阪湾に接している。区の内部には、 人口港湾の対象内港があり、木津川から分かれ、南岡島、鶴町と船町との境界をなす木津川運河がある。北端に JR 西日本と大阪メトロの対象駅がある。また、南北の目抜き通りに対象通り、東西に国道43号が通る。現在、木津川と三軒屋側の間には南馬島があるが、三軒屋側は北半分が埋め立てられている。 木津川を挟んで東側には月生島、合掌島があったが、島の東を流れていた七瀬川は埋め立てれてこちらも地続きとなっている。南波八十島と呼ばれた三角州地帯の南部に過ぎなかった遠く域に人家が見られるようになったのは現下年間とされ、木津川尻の姫島に西成郡南波村から漁民3名が移住したのが始まりとされている三原屋由来の他説。 その前後の1610年、慶長15年、または1647年、昭法4年には、中村勘助によって、神殿開発が行われ、姫島は勘助島と呼ばれるようになった。勘助島のうち、木津川から分岐する三原屋川の西岸は、海鮮の停泊地として、賑わいを見せ、西成郡三原屋町を形成した。1684年、 状況元年には、大川の川筋武神のために、天馬一丁目、薄谷町、天馬二目のそれぞれ大川沿いの住民が、西成郡三軒屋村の北東端へ移転して、船津町、薄井町、川本町が成立し、大阪三里へ編入された。関助島の東隣、木津川のルールを塞ぐように位置していた、南馬島では、1699年、元六十二年に、 川村瑞賢によって、島の中央部を改作する工事が行われ、木津川の流路が一直線になった。木津川新稼働により分割された、南馬島は、西側の島の名は南馬島、島の西には三原屋川のままとし、東側の島の名は月生島、島の東には木津川旧稼働の七瀬川と命名された。以降、 同じく瑞剣の改作による味ジと並んで木津川は、諸国物産を積んだ海鮮で大いに賑わい、木津川西岸の西成郡南馬島村も三元谷町に被験するほどの賑わいを見せるようになった。関助島における、神殿開発は木津川改修工事と共に本格化し、新田海昆は南六1698年8月、元禄11年に提出、同年9月に許可された。 町民、中村勘助、北村六右衛門、岡島嘉平寺などが行い、現在の町名は、その開墾した人に由来する。中でも、岡島嘉平寺は遠く域に該当する、全16神殿のうち旧神殿の開発に、携わっている。工事としては、まず堤防予定地の内側を掘り下げて、溝を作り、その上げ土で堤防を築いて、海水の侵入を防ぐ。 この後堤防内を神殿に開拓する。神田の雨水などは、一時港に溜めて、干潮の時は、堤防の水門を開けて排水し、満潮の時は水門を通じて、海水の侵入を防いだ。江戸時代後期になると、ほぼ現在の形になる。1883年、明治16年に、三原屋にあった大阪宝石会社、現、東洋房がイギリスより、 日本で初めての蒸気式の宝石機を輸入し、大阪を日本一の宝石工業都市へと押し上げ、東洋のマンチェスターも呼ばれるきっかけを作った。また、三軒屋側の停泊地としての歴史を踏まえ、明治中期から造船業も発達するようになった。1897年、明治30年に区域は全域大阪市となり、大阪港第一次修築工事、 執行事業が開始され、鶴町、船町が埋め立て造成された。執行事業に伴って、1916年、大正5年に木津川運河、1923年、大正12年に、大正運河がそれぞれ完成し、立ち売り堀川、長堀川沿いにあった江戸時代以来の手狭な、材木市場が、大正運河に沿った線、小林の貯木場へ移った。鶴町、 現在の鶴町一丁目、船町と線上付近には、ゼネラルモーターズの自動車、工場、1927年、昭和2年から1941年、昭和16年まで、が、船町には、中山製功所の製鉄所や日立造船などの造船所作られ、近郊農村は、阪神工業地帯の重工業集積地に姿を変えた。 これらの大工場に働き口を求めて沖縄県から移住者が多く集まったことが現在も続く沖縄県出身者のコミュニティ形成の主因とっている。川沿いの工場には大きな船が着岸するため大正区を取り囲む川には区の北端の大正橋などを除いて橋は架けられず土線が対岸とを結んでいた。市内からは大正橋を通り自電が鶴町までを結んでいた。 この大正教は1915年、大正4年に開通した。第一次世界大戦時には小林付近にドイツ軍捕虜を第二次世界大戦時には新千歳にアメリカ軍捕虜を収容したと言われる収容所があった。第二次世界大戦時、大正区全域が大阪大空襲により壊滅的な被害を出したが、一方で現在の大正中央中学校、 当時大正神社高等小学校と言われていた、付近にあった、校舎法人地にあった方は、B29 を一気撃墜させるなどの戦果を挙げている。戦後、沖縄からの出稼ぎ者が本土へ向かうようになると、戦前から出身者のコミュニティが形成されていた、大正区へ集中。一時的に、沖縄スラムと呼ばれる集落も形成された。スラムは、 朝鮮半島出身者が多く居住する集落と合わせて1950年代以降、1969年に発生した大規模火災を挟みながら解消されていった。大阪港州編では工業化による地下水組み上げのために地盤沈下が起こり、洪水や高潮に弱くなった他浸水被害が深刻なため第二次世界大戦後になって、 集築十カ年工事が開始された。遠く域では、北岡島付近で、尻部川を拡幅し、小林西、南岡島、旧、新地と町一帯にかけて、大正内港が造成され、春節で出た土砂で、貯木場や大正運河の埋め立て及び、周辺の傘上げが行われた。なお、貯木場機能は、南港の平林地区へ移転されている。1980年代以降、 産業構造の変化で、重工業が振るわず中小の工場も廃業するものが出る一方、その後地に大型店舗が立地したり、川沿いの立地を活かしたレストランやマンションの用地として活用されているものもある。大正区単独で一つの選挙区、大正区選挙区を有し、定数は一人である。前日の通り、大正区内には鉄道がほとんど整備されておらず、鉄道駅は、 大正駅が北端に所在するのみである。区内の公共交通は概ね大阪市ティバスが担っている。南部の鶴町地区、鶴町4丁目停留所と大正駅、大正橋停留所との間は、早朝から深夜まで比較的運行頻度が高く、昼までもあまり待たずに乗れる程度の本数を確保している。また、朝ラッシュ時の大運共通と大正共感は1分。 未満の間隔で運行しているなど、運行頻度は特に高いが、これは通勤通学のために、駅へ向かう区内の住民と、駅から区内の勤務先へ通勤する利用客とが、朝夕のラッシュ時でも双方向の需要が見込めること、対象区は南北に長く対象通りがその中央を背骨状に行っており、バス路線を集約しやすいことがその理由である。なお、 大阪市高速電気軌道の長堀鶴見緑地線を鶴町地区まで延伸する計画がある。大正区は河川や運河などの水路に囲まれた地域であるため、公営都線が数多く運行されている。歩行者及び自転車専用で、運賃は無料。公安局による木川旅以外は、大阪市建設局による運行である。大阪市には全部で8カ所の公営都線があるが、 そのうち7箇所が大正区と関わりがある。大阪市の公営都線も参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。